本当なんです。私正規店で買いました。そうは言っても実際偽物だし警察呼ぶしかないよ。これはそんな、どうして。今まで悪いことなんてしたことがない。強いて言うなら信号無視とかそれくらいだ。今日自分の持っていたブランドバッグを売りに来ていた。そして偽物を販売しようとしたとして、私は今警察を呼ばれそうになっている。確実に正規店で購入したもので、偽物なんてありえない。誰かが嘘をついている。それしかない。それはこの買収スタッフさんか、購入時のスタッフさんか、それとも私か。しかしこの話の結末には思わぬ巧妙な罠が隠されていたのだ。ヒロヒロ探偵団。かぶってる。数日前ボーナスが出た私は、大きなプロジェクトを成功させた自分へのご褒美に、雑誌で見たヒーロージェイコブスの新作バッグを買った。このバッグはずっと人気のシリーズの新色で、絶対欲しいと思っていたものだった。あのおつぼねとかぶるなんて、目をつけられないように隠さなきゃ。うちの会社は基本的に平和なのだが、おつぼねが唯一厄介な存在だった。はあ、クリスマスイブだからって早く帰れると思ってんじゃないわよ。どうせ大したデートしないんだから、社会に貢献しなさいよ。自分の仕事終わったのにどうして今日は帰っちゃいけないんですか。ほんといい身分よね。結婚して子供がいるからって偉いとでも思ってんの。ビップじゃあるまいし。でも子供が急な熱で保育園から連絡が。あなた使い物にならない粗大ゴミ同然だと自分で思わないの。ほんと八つ当たりもいいとこだよね。このおつぼねは婚活をかれこれ8年ほど続けているらしいが、未だに結婚できずにいる。ある時急に恋人ができたと自慢し始め、社内に平和が戻ったかと思いきや、どうやら不倫だったらしく、現在は彼氏さんの奥さんに慰謝料請求されているらしい。そんなわけで彼氏や夫がいる社員にはいじめ同然の八つ当たりをしているわけだ。私には彼氏はいないものの、一度機嫌を損ねると数ヶ月はいじめられ続けるから、絶対に目をつけられたくない。欲しくて買ったけど、あの人が持ってるって思ったら急に心が離れちゃったな。あの人とお揃いというのはまだいいのだ。人気なのだから仕方ない。でも仕事には持っていけないし、プライベートで使うことになってもバッグを見るたびにおつぼねを思い出しそうで嫌だったのだ。ひろかりに出そっかな。ほとんど未使用だし、少し値段を下げればきっとすぐに売れるだろう。私は名残惜しい気持ちもあるが出品した。そして1時間後、その品物はすぐに売れてしまった。売れた。うん、未練はない。売上金で他のバッグを買えばいいよね。私は丁寧に梱包し発送した。このまま持っていても仕方がないものだからこれでよかったのだ。しかし発送して3日が経過した頃、突然受け取り評価ではなく取引メッセージが来た。うん？評価ではないことが気になり、すぐにメッセージを見てみると、信じられないことが書いてあった。これのバッグは本物でしたか？夫はブランドの鑑定仕事しています。偽物と言われました。なんか日本語おかしくない？挨拶は普通だったにもかかわらず、急に日本語がおかしくなっていた。でもそれ以上に、正規店で購入したのに偽物だと言われて腹が立った私は、確実に本物ですと伝えた。しかしそれでも、絶対に偽物だし疑わしいものを持っていたくないという理由で、半ば強制的に返品されることになってしまったわけだ。フリマアプリっていろいろトラブルがあるって聞いたけど、変な人はいるものだな。手元に戻ってきたバッグ、せっかく買ったバッグがあんな人の手に渡らなくてよかった。そうポジティブに考えることにした。でもやっぱり手放したい気持ちがあった。自分より大事に使ってくれる人がいるはずだ。私はそのバッグを持ってブランド品を買収してくれるお店へ向かった。ヒロカリで売るより安い値段がつくだろうが気にしない。しかし鑑定中に事件が起きた。それは、これ偽物ですよ。どこで買いました？これ、え、正規店です。間違いないです。正規店で偽物は売ってないんですよ。とりあえず警察に電話しようかと思うので、そのままそこにいてください。本当なんです。私正規店で買いました。そうは言っても、実際偽物だし警察呼ぶしかないよ。これはそんな、どうして。私は確実に正規店で本物を買った。なのに二度も偽物だと言われてしまった。なぜなのだろう。心臓の鼓動が速くなる。今まであったことを全て振り返ってみる。しかしどう考えても正規店で新品を購入したという事実は変わらない。誰かが嘘をついている。それしかない。それはこの買収スタッフさんか、購入時のスタッフさんか。しかし私はある一つの疑念にたどり着いた。嫌な予感がする。私は怒っているスタッフさんに一つ質問をしてみることにした。あの、偽物だって分かった理由ってもしかしてシリアル番号ですか？やっぱり確信犯だったってことですね。ああ、もう違います。とりあえず私の話聞いてもらってもいいですか？何ですか？これ見てください。私実は一回このバッグをヒロカリに出してるんです。その時にバッグの写真をたくさん撮ったんです。ほとんど使わなかったんですけど、それでシリアル番号の写真も一応撮ったんです。その写真がこれです。なるほど。このバッグのシリアル番号と照合してみますか？ええ、その方がお互いのためになると思います。そして写真のシリアル番号と鑑定してもらったバッグのシリアル番号を照合した結果、やっぱりすり替えられてたんだ。こ
購入者の逆詐欺ですね。これはとりあえず予定通り警察は呼びます。え、そういう意味じゃないです。呼ぶのでちゃんと事情を説明してください。それから被害届出した方がいいです。すみません、なんだか巻き込んでしまって。たまにあるんですよ、偽物トラブル。大変ですね。その後私は一連の出来事を警察に説明し、被害届を提出。ヒロカリの方にも連絡が行ったらしく、その後ブランドバッグが戻ってくることはなかった。しかし犯人は逮捕されたようで、お金だけはなんとか戻ってきた。さすが日本の警察って感じだよね。はあ、ブランドバッグを売るときは気をつけないとな。なんだかどっと疲れた。もしかしたらあなたも気づかないうちに騙されているかも。もしも物を売るときはしっかりと写真を撮ってシリアルナンバーを控えておいてね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ミロミロ探偵団。